ミキオはコナミデジタルエンタテインメント所属の作曲家、ゲームデザイナープロデューサーである。名古屋国際工科専門職大学工科学部教授。本名は、斉藤ミキオ。メタル有機のニックネームでも知られる。北海道帯広市出身。大学卒業後、ゲーム会社のテクモに入社、アーケードゲーム。 家庭用ゲームの BGM の作曲家として活躍する。1991年にコナミに移籍。1994年に制作に参加したときめきメモリアルの大ヒットにより、その名を広く知られるようになる。その後、コナミの開発部門分社に伴い、新設されたコナミコンピュータエンターテインメント東京に移籍。社内プロダクションバーチャルキッスの一員として、 ときめきメモリアルシリーズ関連作品の開発にあたる。1997年にときめきメモリアル2の開発が着手されると、前作同様 BGM 作曲担当として開発に参加。しかし後に勃発した人事面のトラブルにより、急遽プロデューサー職を任命される。その後は作曲家としての活動よりプロデューサー職がメインとなり、 ときめきメモリアルシリーズに関わり続けるかたわら、アーケードでヒットしか低用に移植された、ダンスダンスレボリューションシリーズも手掛けるようになる。2000年には、その2作を融合させた、ときめきメモリアルにサブストリーズダンシングサマーバケーションを送り出した。またこの頃、クス東京の執行役員にも就任している。しかし、前期、ときめきメモリアルにサブストリーズや、2001年に、 発表した、ときめきメモリアルさん約束のあの場所でなどが、ことごとく不審に終わり、クス東京執行役員の座からも降りることになってしまった。ときめきメモリアルガールズサイドシリーズでも、一作目こそは、斉藤がプロデューサーとして、制作式に当たったが、二作目では別の人物に、プロデューサーのポストを譲っている。2005年2月、斉藤は、 ときめきメモリアルシリーズの新たな展開として、コミュニケーション重視の MMORPG、ときめきメモリアルオンラインを発表。2006年3月にサービスを開始し、高校の在学期間に合わせて3年間はサービスを続けたいという意気込みで臨んだものの、相次ぐトラブルや不手際等から不審に終わり、翌2007年7月31日にサービス終了となっている。2005年、 東京のコナミへの再統合に伴い、コナミに再移籍。さらに2006年3月には、コナミデジタルエンタテインメント設立に伴い、同社に移籍し、現在に至る。2021年4月から、名古屋国際工科専門職大学の工科学部にて、教授に就任することが決まった。デジタルエンタテインメント学科の講義を担当し、学科長も兼務する。ありがとうございます。